夢高接骨院富山組長の岡田先生、夢高トレーニング部の坂本トレーナー、神戸ストレーナーによる夢高ストレッチと豆腐&ペイによるアクロバットパフォーマンスショーを行います。まずはストレッチから行っていきましょう。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、夢高接骨院です。今日は皆さんと一緒に首と肩のストレッチをやっていきます。まず首の動き確認していきます。下を向いてください。次上を向きます。次右向きます。はい、反対左。最後肩をすくめて落とす。今の首の動きや肩の重さを覚えておいてください。それでは実際にストレッチやっていきます。まず肩甲骨を大きく回します。はい、反対回しです。はい、次は右手で左の手首を持ちます。そして右にぐーっと倒します。はい、左の背中を伸ばしていく。はい、次手を持ち替えて反対伸ばします。はい、次は手のひらを交差して合わせます。そして天井から糸がぶら下がってて、その糸に引っ張られるかのように上にぐーっと伸びます。はい、肘を曲げて肩甲骨寄せて力を抜く。はい、もう一度上にぐーっと伸びます。はい、肩甲骨寄せて力抜きます。はい、次は左の手を腰に回します。反対の手で左の耳を触る。そして首を右に傾けて首を伸ばしていきます。はい、手を入れ替えて反対左に倒します。はい、次は手を組んで、この手で頭を抱え込んで真下向きます。首の後ろを伸ばします。はい、ではその手を組んだままその親指を立てます。でこの親指で頭の後ろ、首の上の方ですね、このくぼみをぐっと押さえます。押さえた状態で下を向く、上を向く、これを繰り返します。これは頭痛とか眼精疲労がある方に効果的です。はい、で最後仕上げに体の前でこうやって手をこすります。手をこすることで気の巡りが良くなって脳が活性化していきます。で 1,2,3 と声かけをするんで、3の後にパンと手を叩いてください。はい、では手をこすっていきます。はい、強くこすっていきます。 1,2,3。 はい、お疲れ様です。ではもう一度首と肩の動き確認していきましょう。まず上を向いてください。次下を向きます。はい、右左、最後肩をすくめて落とす。さっきよりも軽さが出たら OK です。ではストレッチは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも体がほぐれたでしょうか。毎週大きな拍手をお願いいたします。